ちょ待ってよ。あ、どうも皆さん、おはこんばんちは。ママたけしです。今日も元気に、ヘルプ次、マーボーやっていきたいと思います。ということで、今日はですね、はい、ちょ待てよと言いましたけど、皆さん落ち着いてください。はい、私、はい、KOTC、はい、まもなく、はい、今、48,815 ポイントということで、はい、しかももう今、もう決勝でございます。もうこれ勝てば、私、シャック、ゲットできますんで、獲得の瞬間をね、皆さんにお届けしたいかなと思います。はい。で、今ね、土曜日の夕方ですね。はい。夕方の5時ぐらいなんですけど、ちょっと昼ぐらいにね、本当は完走する予定なんですけど、ちょっと今日苦戦しております。なんか、負けたりもしてて、ちょっと苦戦してるんですけど、はい。勝ちます。はい。で、ちょっとね、今1点ビハインドなんですよ。ちょっと1点ビハインドなんですけど、まあ今ガチパでやってたのは、はい、このスタバパで切り替えます。はい、ガチャコント。で、結局、今こんなパでいってますね。はい、やっぱり AD とレブロのデュオは、やっぱり相乗効果でブーストかかるんで外せないので、はい、このパでいってます。ポイントガードとね、シューティングガードのデュオがいればいいんですけど、いないんでね、はい。じゃあ行きます。このパで、じゃあもう行きますよ。もう格闘の瞬間をお届けしますんで、はい、行きます。では。さあ行きましょう。今日ね、ちょっと出遅れてますね。ちょっとなんかね、昨日すげえ、いろいろ勝てたんですけど、今日なんかね、勝てなくなってる。さあ、こう、まあ、ショットで狙っていこう。来い！うぞ！やばい、今ちょっと、でも今のショットは間違ってない。あんなノーマークでいけたんだから。ちょっと待って、芝居で、うぞ！あ、いいね。今、ファールされたかと思った。いや、スティール押してたんだけど、今、ピピってなったから、あ、ファウルかと思ったら、ターンオーバーでした。オッケー、いいです。ちょっとビハインドなんでね、先制していきたいんですけど、トップソン、中入って、オッケー！よーし！あ、トップソンじゃねえわ。さっきはね、ガチパでトンプソン入ってたから、ブッカーです。芝居で、オッケー。いいよ、ディフェンスがいいよ。ディフェンスがいいときがね、いいときです。さあ、入ってくる。同点でもいいんでね。待って、これ、やばい。オッケー、ナイス！危ねえ。レブロン。これ、いや、レブロンと AD のコンビ。これいったっしょ。最高。確定よっしゃ、オッケー。6対4。さあ、残り1分間もなく切ろうというところ、6対4で快調に勝っております。さあ、まあ、ああいうピックアンドダイブとかね、結構確定で決められる技もあるので、苦戦してる方はね、ぜひ、まあ、ピックアンドダイブのやり方とかは過去の動画に出してますので、まあ、最近始めた方なんかはね、そういうのを参考にしてもらえると。はい。まあ、いきなりね、完走しようとかしなくていいですよ、本当に。どうやったら完走できますかとか、なんでそんな、チョモさんは上手いんですかとか言うけど、俺も、これ今に始まったことじゃなくて、俺シーズン1からやってるからね。シーズン1からやってたら、それは上手くて当たり前っていうのもあるから、だって俺なんか、始めたての頃なんか、本当に、ちょっと待って、オッケー、ナイス！いいね。始めたての頃なんか本当に、シーズン1の時なんか、本当に俺半年間ぐらいやり始めて、完走はできなかったですからね。やり始めて。で、やっとシーズン2になって、やり方分かってきて、完走とかできるようになったんで、全然焦んなくていいですよ、始めたての人は。そりゃ、オッケー、いいですね。オッケー、勝ちました。オッケー。いや、前半の苦戦が嘘のようでした。はい、オッケー。これ勝ちですね。勝ち確です。オッケー。皆さん、僕、シャックゲットしました。皆さんはどうですか？シャックゲットしましたか？僕ゲットします。さあ、これで OK、 じゃあいきますよ。さあ、勝ちました。5251ポイントと、はい、ということで、はい、私上募金、はい、53,755 ポイント、土曜日の夕方時点で完走することができました。ありがとうございます。じゃあもう受け取っちゃいましょうか。早速もう受け取っていいっすか？やっとセンター。やっと両手馬でセンターですよ。じゃあ行きまーす。トン。ヒャーブー、やりました。今日もママたけしの NBA TV。はい、じゃあ早速入れましょうか。これガチパに入れた方がいいのかな？ガチパに入ってくる、速攻入ってくるなんてことはないよね。あ、ていうか KD なんだ、俺。別にスタボ途中の、道中のスタボ気にしないからね。いっか、じゃあ、いいや、ガチパ、ちょっと待って、いっか、落ち着いて、落ち着け、いく。シャック入れて、はい、ガチャコンロックして、で、え待って、シャック、ミドルシュートもう2、ちょっと待って、シャックがミドルシュートも、センター、例えばシャック持ってるけど、あ、そうだったんだ。あ、失礼しました。俺、ミドルは、もうちょっとついてるかと思った、メーター。了解のすけ。はい。どうしようかな。3メーターシャックにつけてもしょうがないから、この辺か。この辺つけとこうか。OK。で、メンターは、レイカーズのセンター多分いると思うんだけど、ただ500コインだな。もうつけまくってるからね。ディバッツがいる。まあでも、リバウンドだけついててもな。ちょっと待って、いると思うんだよね。レイカーズは。それこそガソルもいるし、待って、この辺、待って、これさ、いけるね。もう、コズジャス、このジャバーを、それか、ガソルも、星4だから、でも、ちょっとすぐできねえな。これいけそうだな、コズジャスの。星3が2つ、3つあるから、これ、でも、ちょっと時間かかるね。シャックの場合、ごめん、ちょっと時間かかるかもしんない。とりあえず、シャックの場合、時間かかるけど、なんかとりあえずつけときたいんで、一応、これつけときますか。はい。8100だけで、ちょっとリバウンドメーター、パラつくんで、はい、指導しときます、とりあえず。ちょっとかぶってんね、ギアと。ギアとかぶるのはちょっとやだ。待って。いっか、3、これつけてみる。とりあえずかぶらないのとこれだって。とりあえずリバウンドとディフェンスが、3がちょっとついたけど、レイアップダンクと。はい。まあ、こんな感じでちょっとシャックやりました。はい。改造しました。はい。まあ、もうちょっとね、ちゃんとやるときは考える。今はもうとりあえず今あるので。OK! これでスタボ 100% パーが完成しました !OK! シューティングガードはね、ちょっとブッカー使って、シューティング、デュオがブースト結構かかんないんで、結局だからコービー入れないと、どうしようもなんないんだよね、このパワー。コービー欲しいよな、コービー結局ガチャゲンなんで。コービーがな、やっぱコービー欲しいな、なおさら。コービーいないとブーストかかんないからね。まあ、とりあえずちょっと一曲、じゃあこのパで、僕は今後周回していくことになるでしょうね。はい。OK、スタボ 100% パー。一回使ってみるか、シャック。このまま。一回リセットしてみたい。じゃあ行きましょう。1回戦なんで多分スタボ 100% パーでも勝てると思うんで、軽くね、ちょっと軽く使ってみましょう。軽くシャックを。待って、レイカーズユニにすればよかった。さあ、シャック。中で34番取っておりますね。相手もシャックですね。シャックバトル。さあ、芝居で。ファールになっちゃった、いきなり。さあ、バトラー、スローイン、トンプソン。トップ、中入ってくる。OK、いいよ。さあ、ジョン・ストットンが芝居で。で、ここはちょっと弱点に預けてみましょう。逆サイド行っちゃった。ちょっとシャックでゴリゴリで。でも相手もシャックなんだよな。ただ、シャックがゴリ。待って。ナイス、AD。いいよ、フォローしました。スタボパでもそこまで損傷はないけど、3万、4万ぐらい離れてるからな。OK! で、また、シャック、速攻、中、バカ！何やってんだよ！戻れ。やべえ、ちょっと待って、これやばいって。危ない。ナイス。AD を、シャクティン。さあ、もうボール運んで、OK! シャク。これ、ゴリゴリいっちゃって、ゴリゴリいって、いけ！お前！何やってんだよ。やばい、ヤニスが合わしてくる。やばい、逆サイ。よし、リバウンド取る。お前、リバウンド取られんなよ、相手、シャックに。トンピーじゃない。トンピーの部下間違える。やばい、ちょっと待って。シャック、オッケー、シャック。シャックはマジゴリゴリしかないから。これ、バカ！しばい。やべえ、ちょっと待って。よし、ナイス！嬉しい。残り10秒。これちょっと絶対決めたい。ブーカ、フリー、打っていく。ちょっと待って、AD。ナイス。よしもうこのクォーター、AD のリバウンドからの得点だけ。てか待って、ちょっとラグいんだけど。なんか。トップ頼むよ。うっそ、わけわからん。もう待って、やばいやばいやばい、負けんぞこれ。おいちょっと待って、負けるのが怖い。ちょっと待って、1回戦ってこんなこと許されない。ここだけちょっとシャックにして、これでちょっとやらしてください。はい、じゃあこれでこのが25万パワーでさあ、ちょっと絶対負ける、負けない、ちょっと待って。さあ行きましょう。ちゃんとね、シャックはやっぱりレイカーズ有利で。さあ KD フェイク、待って、シャックを下手に使おうとはするな。フェイク飛ばねえよな、クソ。待って、今抜けた、バカバカバカなってんな。やべえやべえ、ちょっと今ミスった。やべえ、ちょっと待って、これ絶対打ってくる。うそ、飛んじった、フィル、よし。やべえ、ヘルプが間に合わなかった。ちょっと待って、シャックで、シャックでいこう。ここいけた、よしいけ、よし、確実に確実に押し込んでいく。さあ6対7、進まないといけません。1回戦で負けるなどが許されない。1回戦とかマジでオートでやっても勝てるから。うっそ、ちょっと待って、相手が決めてくんだけど、最後の相手のさ、3とかもマジおかしかった。あれヤニスだっけ、ヤニスの3とかもほんとありえないから、あんなの。シャックなんで、シャックで3なんだよ。でこれちょっと待って、これピッカンタイプで確実に決めさせてくれ、頼む。シャック入ってくれ、普通に入って、頼むよ。オーケー、よーし、強いシャック、強い。オッケー、8対10で、次絶対止めて、もうファールしていいから、審判に笛吹からないように隠れてファールしていいから。ちょっとバカバカバカ、飛ぶな。オーケー、締めた、よし。バカ、なん取れねえんだよ。シャック打て、もうすぐ。ヤニスお前待って、飛んじゃった、やばいやって。あおげた、ふた、おあおげた、ふた、おあおげた、ふた、オッケー。トンピーのブロック炸裂です。いいです。さあ残り5秒。お前最後これバズキュンって決まるんだよ。俺決められたら終わるからね。2ゴール差は OK。 よし、ナイスで落ち着いて、残り20秒。なんでこんな1回戦でこんなバトルやんないといけないんだよ。ちょっと待って、ここはシャックで、はいはい、 KD 対シャックの合わせ、はい、トンピ確実取りたい。待って、頼む、これ OK。 こけた、トンピ、よーし、よく決めた。相手こけたもんね。相手こけたもんね。オッケー。これで最後。お前、ヤニス、お前、ボツな。お前、ぶん投げさっき決めたからって。オッケー。やぶね。いい。同点でも進めばいいから。オッケー。今日、村間武史の NBA TV。はい、というような感じで、かなり激しい戦いが、KOTC は続くかと思うんですけど、まあ、僕もね、ちょっと昨日はなんか結構勝ってたんだけど、今日はちょっとね、負け越したりもしてるんでね、厳しい戦い続くと思うんですけど、まあ、ぜひ頑張ってね、皆さん。より高い報酬。はい。まあ、最低でもやっぱ感想はね、頑張ってほしいな。はい。で、私のランキングなんですけど、今、どういうことかっていうか、今、どのくらいかっていうと、1382ということで、まあ、ランクに、ちょっと今日まあ出遅れちゃったんで、一時はね、ランク1目指そうかと思ったんだけど、まあ、とりあえずランク2はね、入りたいなと思いますね。やっぱりレジェンダリーもらえますんでね。はい。まあ、ということでございますんで、はい。ぜひ皆さんも、より高い報酬目指して、頑張っていただければ。まあ、とりあえず、難しいかもしれないけど、もらえるポイントはでかいので、勝った時のこの感覚は本当にイベントの中で一番嬉しいかもね。決勝勝った時は。はい。まあそんな感じでございます。ということで、ぜひね、シャック、皆さんゲットしてください。まあ、シャックね、ゲットしてもちょっとコービーがいないと、ちょっと、ブーストかかんないから物足りない感じしますけどね。はい。まあ、とりあえず、まあ、インサイドやばいんでね、まあ、ちゃんと、まあ、今日は軽くちょっとだけ使った感じですけど、まあ、後日しっかりとね、使ってみた動画、撮りたいと思いますんで、はい。じゃあ、今日はこれで失礼します。また次の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは、See you next time! バイバイ。いや、コビ欲しいよ。コビ欲しい。コビ欲しい。Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.